大丈夫か。シグルだ。トーブ、お帰りなさい。宴を逃したな、エイボル。ここへ座れ、休むといい。シグルド、頼む。神々の恵みね、おかえり。無事に揺るぎなく。それで探してたものは見つかった？ああ、見つけたとも。だが間違ってた。どうなってるの？これは、もう言い訳できないわよ。エイボル、ランビ、これはそのどういうことだ。皆を新たな未来へ導くために市長が戻ってきた。皆に言葉を。愛と揺らくに言葉は鈍り、我らが魂は誠の歌を奏で。いや、違う。皆は俺のものではない。俺が皆のものなんだ。思うままに生きてほしい。語れおのまで、言葉は風に。王林の酒掲げ、歌えよエコー。進めよ血の道よ、運命の時まで。シグルド、エイボル、先に俺から言うべきことがある。ランビーと俺は
婚姻を解消することにした。それは残念だ。いいんだ、俺たちは互いを敬愛してる。ただ俺たちの結婚は愛ゆえのものではなかった。和平の手段として結ばれただけだ。お互いを知らないまま結婚した。俺たちは違いを乗り越え、お互いの欠点をも愛するよう努力してきたが、うまくいかなかった。だからこうするのが正解だろう。だが今後も戦士団の仲間として共に成長していく。ならば喜ぶとしよう。皆のためにも。二人がいないと定住地はこれまで通り行かなくなる。エイボル。続きは寝室で話そうか。いえ、ここでいいわ。同盟地図が見たい。ハムトン社、サクソンの最後の砦だ。警備も厳重よ。アルフレッドは戦の準備をしてる。激しい抵抗を覚悟して。向こうこそだ。グスルム市長は軍を率いてるのか。ええ、彼はウバと共にかなりの大軍を要して次期アルフレッドに挑むつもりよ。手を貸せば共にイングランドを手中にできる。ここは数多の神々が闊歩する地に生まれ変わるわ。ハムトンシャーに行ってグスルムと話そう。テムズ川の州境に集まるよう同盟に使いを出してくれ。分かったわ。神々と最後の勝利を分かち合えんことを。どうした？エイボル、言ってはダメ。絶対に。お告げが、災いの予兆が示されてる。あなたが行けばみんなおしまいよ。はっきり言え、バルカ。何を見た？骨を投げて獣の内臓をかき混ぜたら立ち上る湯気の中に終わりが見えたのよ。この戦いでは多分勝てる。でも戦としては負けることになる。敵に支配され希望が絶望に変わる。それが私たちの運命よ。バルカ、ありがとう。だが運命の糸は擦り切れてる。従えない。戦えるのは友や同盟のおかげだ。最後までやりきらないと。分かった。とにかく気をつけて。それと、あなたの去る場所はきっと帰る場所ではなくなる。すぐウェアラムだ。アルフレッドの根城か。グスルムがまともな計画を立ててればいいが。ノースとサクソンの旗が並んでは。エイボル、グスルムの召集に応じたか。会えて嬉しいぞ。俺もだ、ソーマ。
ここの平和はなかなかに不穏だな。両軍が殺気立ってる。流血沙汰はあったか？いや、ここの兵は王に随伴してる。我らがグスルムにそうしてるようにな。この砦はあいつの野心の賜物ではないわけだ。グスルムはサクソンと交渉する気なのか？戦わず平和が得られるならそうするだろう。で、その可能性は？今は教会でいたずらに時を過ごしてる。話が進んでないんだ。来い、案内しよう。グスルムは誰と会ってるんだ？アルフレッドか？そうだ。西サクソンの王が話し合いに同意した。我らが優位ではある。注意した方がいいな。アルフレッドはロキ並みに口がうまい。グスルムは無能ではないぞ、エイボル。アルフレッドもだ。自分が優位でなければ応じたりはしない。では相談役を頼む。グスルムの隣で力を見せつけろ。田舎者の王などすぐにおじけづく。我らはこの町をいとも簡単に制した。異論はないな、エルフ。そちらの威勢の良さはよく承知しているよ、グスルム。だが条件は互いにのんだろう。他に何を求める？ウェセックスの王位だ。王ならすでにいる。全能の神のご加護を受けた王がな。よまいもとはよせ、デエンジ。デエンジンの襲来から何も学んでないな。グスルムは決して折れないぞ、誓い破り。俺と同じように。ああ、エイボル、我らが生クラの登場ですな、陛下。融和金なら十分支払った。ウェアラムから立ち退いてもらう。十字架と異教の土にかけて誓っただろう。お前たちが故郷の豚小屋に尻尾を巻いて逃げ帰れば、捕虜たちは解放しよう。もう一度言ってみろ。その舌をカラスに食わせてやるぞ。奪われた一物の代わりというわけか。大人げない口論はもういいか。グスルムは約束を守る男だ。名誉にかけて我らはここを去る。一日やる。それ以上王の忍耐を試すようなら、我らの軍勢がウェアラムを囲むだろう。私が本気でないと思うなら、ウフェンチューンのエイボン川へ行け。そちらの民の血で赤く染まっている。そいつらの大将の奴が死んだ時手下は何と？ウラ？ウーバー？ああ、それだ。お前は銀を受け取ったのだ。約束は守ってもらう。そちらが離れたという知らせをチッペンハムで待つとしよう。馬が死んだだと？ありえん。もしそれが事実なら、あのサクソンの皮を剥いで骨にしてやる。確かにアルフレッドは二枚舌だが、その嘘で得るものはない。これが野営地に伝わればサクソン人は皆殺しになるの。十字架に誓ったのか？どの道あのガキに従う気などない。必ず玉座を奪ってやる。あの首もだ。アルフレッドはウィンチェスターでこの俺を使い捨てにした。裏切りには裏切りで報いる。まずはこの村を焼き払おう。アルフレッドの始末はその後だ。Yeah!
ます。我らの神々が戦いと知恵を示した。イングランドは我らのものだ。ああ、そこまでだ。回り込め。
奴らの祈りは届かなかったようだな。相馬を探す。撤収だ。東の森に廃墟がある。道なりに進め。移動だ、急げ。手出しは無用だ。ここでしばらく休める。さあ、あの王について話せ。貧弱で哀れなあのトロルだ。アルフレッドは狡猾だ。弱々しく見えるが、性根が据わってる。そう簡単に王位は奪えないぞ。怒りで我が軍も大義に燃えている。それだけでは足りない。弱点を見つけないと。なあ、そのためにお前を呼んだ。サクソンの王を倒すのには反対か。まずは計画を聞かないとな。うん、奴はチッペンハムと言った。羊と農民しかいない場所だ。ウィンチェスターではなく、なぜそこに。あんたの優秀な石膏なら知ってるだろう。祝祭のためだ。サクソンの祭り、クリスマスのな。ウバが荒野で冷たくなっているのに、奴は暖を取る気でいる。戦いに加わるよう味方に呼びかけた。だが集合場所を決めないと。チッペンハムが最終目標でいいのか。なあ、だが次の戦いにはもっと戦力が欲しい。アルフレッド側に捕虜がいる。あいつらを救い出せれば。これ以上の損害は出させない。どこに捕まってる。森のさらに奥にだ。ハントン防災と呼ばれている。ソーマ、テムズ川に向かい、友軍を南に連れてきてくれ。そろそろ集まってるはずだ。わかった。チッペンハムを通る川で落ち合おう。あそこに陣を敷け。もうカラスの餌係ではないな、エイボル。ポートチェスターではトールのごとく短気だった。今やお前は真の指導者になった。ここからが本番だぞ、グスル。酒を片手に歌を聴きながら休むにはまだ早い。ウバの死が真実なら、この手でアルフレッドの頭を砕いてやる。もしそうだとしても、こだわりすぎるな。玉座が欲しいなら綿密な作戦を立てるべきだ。怒りに任せて奪えばいい。アルフレッドを追い詰めてやる。頼むぞ。ちょっと待った。これ
でも食らえ。忍び寄れば気づかれることはないだろう。あるいは仲間を連れてここを襲撃してもいい。グスルムの部下か。そう、助けてくれれば一緒に戦えるぞ。怒りに任せて奪えばいい。アルフレッドを追い詰めてやる。復讐心が燃えたぎる。最後はやめろ。サクソンどもに情けは無用だ。奴らの血で刃を濡らしてやる。おしまいだ。本当に感謝する。怒りに任せて奪えばいい。追い詰めてやる。復讐心が燃えたぎると。かつて賢者が言ってた。見込みのない状況に突っ込むのではなく、敵の不意をつき素早く攻めるのだと。俺の言葉です。どうすればあんたの武器が。説得する気か、狼傷。あの苦境の時にその言葉を肝に銘じたんだ。シグルだ。サクソン人を切り刻めるならどんなとこでも戦ってやるさ。恩に着るエイボル、よくやってくれたな。部下の家族もお前を称えるだろう。礼などいい、グスルム。無事に脱出してから話の続きをしよう。イドリッチ、ウーチェスターの一件に続いてまた来てくれるとはな。味方は自分で決める。愛する土地をアルフレッドに蹂躙されるぐらいなら豚と寝る方がマシだ。ウスルムはアルフレッドの企みを雑草のように踏み潰すだろう。マーシアも復興できる。いつか俺がイングランドの王座に就く日が来るかもな。酔っ払いの王ギドリッチとして。そうなるといいな。エオラーフ、召集に応じてくれたか。ええ、しかし複雑な思いです、エイボル。これはキリスト教徒の宴で、ここにいるのは兵士ではない。狙いはアルフレッドだけだ。そのツケを払うのは無実の民でしょう。協力はしますが、これが終わったらマーシアに帰ります。懺悔しなくてはなりませんので。
誓いが果たされるようあんたの信頼だけは裏切らない。エイボル元気そうだな。エルケにストーカー、もう貸し借りはないのに来てくれたのか。ルンデンが退屈すぎてな。ストーはここに来て両親を痛めてるが、エイボルを失望させたくないんだ。そんなの誇りある男のすることじゃない。で迷ったが来ることにした。それにブローダーも、まさかここで再会できるとは。遺品とともにブローシャをバルハラへ送り届けてきた。悲しむのはおしまいだ。俺は今怒りに燃えてる。ああ、エイボル、ユビナ、よく来た。どうやら旦那を南に連れてくることができたようだな。ユビナだけに栄光を刻ませはしない。今もサセックスでの自慢話をされてたとこだ。ユビナは砦を一人で落とした。皆がのうのうと酒をすすってる間にな、見せたかったぞ。俺が来たのは戦士の妻が戦いに夢中なあまり命を落とさんようにするため。私ほど守る必要のない女もいないと思うけど。なんであれ俺が必ず守る。エイボルには世話になったでしょ。分かってる分かってる。この最後の戦いで借りを返せればいい。フィニル、シャキッとしろ。明るく振る舞えば周りも元気になる。ああ、エイボルか。あんたのそばにいて喜びを感じない奴はいないぞ。サクソンの聖なる日に奴らを悲嘆に暮れさせる。どう思う。気分が沈むね。キリストの教えは少しかじった。俺たちの神々は戦いを喜ぶが、向こうは平和を説いてる。なら奴らの喜びを奪うとしよう。全てが終わるまで戦いは続く。どこまでもあんたと共に戦うぞ。複数の意志で斧を掲げよう。分かってる分かってる。この最後の戦いでありよう。サクソンの小便小僧ども、真の戦士のお出ましだぞ。この産毛だらけのサクソンたちに何の話をしてた。お前を主張にしてやったことを後悔させるなよ。エイボル、お前のガキの頃の傷と秘密は死ぬまで誰にも話さんよ。よかった。この戦いでお前の身に何かあったら大変だしな。そのやりとりには狂気すら感じるな。恐怖を前にして笑い、老いた死神のヒゲを引っ張ってる。今日は母と大使の名に恥じない働きをするつもりだ。今まで僕はいい息子じゃなかったからね。威勢がいいのはいいことだ。しっかり戦えよ。お前たち勝って共に宴に興じよう。分かってる分かってる。のサクソン坊さん、最後の戦いようやく父離れが済んだところだ。テフデル、会えて嬉しいぞ。約束したしね。それにアルフレッドは信仰に熱くて異教徒を嫌ってる。神一辺倒だったお前が随分変わったな。いいことだ。神は常に共にあった。でも僕の信仰は上辺だけで、君がそれを気づかせてくれた。これからまた新たに学べるぞ。ロース人の戦いを見られるからだ。うん、期待に震えが止まらないよ。分かってる分かってる。この最後の戦いで借りを返せればいい。出会ったサクソンの面取りどもはさっさと家に帰ってて、ノートも遊びほうけてる間もロバタで大騒ぎだったな。母が歓迎するからコルチェスターに来たらうちに寄ってよ。エイボル、無事に戻ったか。皆がイングランド中から来てくれた。見事だエイボル、お前の黒き羽の旗の下、サクソンとノースが一堂に会した。みんなアルフレッドを暴君だと思ってる。奴は圧政を敷き、奴の神への信仰を強要する。で、どうする、エイボル。奴らの祭りはいつだ。数日後の夜だ。だが前座はすでに始まっている。今すぐ仕掛けよう。だがグスル、兵士が村の通りを巡回してる。なら祭りの晩に夜の闇へと紛れよう。その時が来たら結構だ。ウバの死を無駄にはしない。お前の指示を待とう、エイボル。
攻め方を決めよう。だがアルフレッドだけは俺の獲物だ。攻撃されるとは思ってもないだろう。すんなり進めるはずだ。そして静かに畑を抜けるんだ。奴らが気づいた時には手遅れだ。サクソンの若造たちには西を見張らせるのがいいだろう。あいつら向きの仕事じゃない。説考によると祭りに参加する貴族がすでに何人かついてるらしい。なるほど。先に重視を捕らえておけばアルフレッドとの戦いで邪魔にならない。それにウェセックスの神王を支持するよう説得できるかもな。重視どもは俺が抑えよう。デオラーフとテフデルを連れて行け。重視の説得に役立つだろう。ブローダー、エルケとストーを連れ駐屯地を確保だ。村へ向かおうとするサクソンがいたら素早く対処しろ。任せろ、エイボル。役割は理解したな。我らの力が敵の刃を砕かんこと。陥落する。お前に従おう、エイボル。私もだ。飢えた狼と騒がしきカラスとなれ。信念を貫け、武器を振るえば我らは共にこの最後の戦いに勝利できるだろう。それと忘れるな、王は俺がやる。トーマは一緒に来い。他は急いで村に向かえ。前進だ。単独でいる見張りに気をつけろ。村へ向かえ。着いたら合図を待つんだ。家からネズミどもをいぶり出すぞ。あたりを見せてくれ。陛下が逃げ出すとでも思ったのか。君の刃がウェアラムの民の血にまみれているという。どけ、グッドウィン。狙いはアルフレッドだ。ここにはいない。このキリストの祭りは蜂蜜を混ぜたワインのようなもの。ハエを捕らえるためのな。奴はどこだ。援軍を呼びに行かれた。すぐにウェセックスは神の国だと信ずる者たちが押し寄せる。愚かな農民と信仰なき者どもを率いてイングランドを征服とは笑わせる。少なくとも俺なら無様に逃げ出して民を見殺しになどしない。君は私が身を捧げている大義や忠誠を分かっていない。陛下によるイングランドと世界の構想は命を懸けるに値する。では調子外れの賛美歌を歌え。来い、カラス使い、信念を見せてみろ。死などを恐れぬ。この戦いは始まるに過ぎないのだ。お前を迎えるのは闇のみ。
負けだ、グッドウィン。負けだと？いや、違う。私が死ぬことで陛下が生きるのだ。奴に利用されたようだな。奴はお前を生贄にした、自分が生き延びるためにな。ならば殺すがいい。何も変わりはしない。この場で私を殺したとて、血まみれの君の手が我が王に届くことは決してない。その玉座にもな。この島は君の故郷にはならんぞ、エイボル。力ずくでねじ伏せることも、うぬぼれた言葉で勝ち取ることもできはしない。我らサクソン人は決して屈しない。神の名のもとに団結し、イングランドを妬む盗人や圧政者に立ち向かうことだろう。いや、今度はこっちがお前を利用する番だ。ほんの数時間もあれば自らアルフレッドの居場所を吐くだろう。そんなことを許すと思うか。クズにチッペーハの青土線、私に任せて。罪深い思いを喰らむことになるぞ。やめてくれ、私をどうするか。神を導きたまえ。駐屯地を奪ったか確認しよう。Thank you.
銃を食らったのが一人負傷した。ここの敵を抑えてろ。あいつらを探せ。行け、エイボル。誰には負けん。ほら、さあ立て。メソメソしてる場合じゃないぞ。無理だ。それに目の前がだんだん暗くなってきてる。怖いよ。すまないフンワルド、もっと早く来てたら。いや、君はちゃんと守ってくれたよ、エルリッチ。フンワルド、よく聞け。お前はボトルフストンの戦いを生き延びたんだ。こんなかすり傷に負けるな。すごく寒い。まさかもう冬が来たの？すぐに酒と踊りで体も温まるさ、友よ。どうかな、もうすぐ父上の隣に座ることになりそうだよ。褒めてもらえるかな？もちろんだ。お前を胸に抱いて泣きながら感激するだろう。これほど自慢の息子はいないと言ってな。あなたに出会えてよかったよ、エイボル。僕は…お前はできる限り…ブローダーが駐屯地を奪ったか確認しよう。
追い返されないようにしろ。他の者たちに手を貸してくれ。力を授けてくれた。敵は敗れた。町は奪ったぞ。次はウェセックスだ。グスレム市長、こちらにも損害が出た。それに死者もいる。奴らの王は逃げ出し、取り巻きは死んだ。敵の耳には敗北の音が響き、春が来る前に俺が新たな王となる。グスレム、聞け。ソーマが死んだ。ソーマが死んだ。あいつは永遠の宴に向かった。あるべき場所にな。生き残った者と話してくる。終わったな、ブローダー。よく戦ってくれた。あいつを見たよ、エイボル。苦しい時、ブローシアがそばにいてくれた。昔のようにだ。戦いが終わると、あいつはいなくなった。いずれまた会える。ああ、何度でも共にするさ、エイボル。生死の境で、ブローシアに見守られながら、バルキリーが来るその日まで。お前は期待した以上の活躍をしてくれた。この恩をどう返せばいい。ブローシアを忘れないでくれ。弔われてもそいつの偉業を称え、歌を歌えば永遠に生きられるんだ。
リュミナ、まさかそんなことが。よ、俺は。今は何も聞きたくない。黙ってて、エイボル。夜はもう戻らない。あなたと共に過ごした日々に、そしてあなたの甘いささやきを運んだ吐息に、心からの感謝を。もうその指が私の髪に触れることはない。その腕が私の腰に回されることもない。冷たい日々が始まる。すべて色褪せた日々が。さよなら、私の唯一の人。この心もあなたと共に行く。後にはただ生ける屍が残るのみ。初陣だったな、エルリッチ。誇り高くよく戦った。こんなのがデーンの求める栄光？僕は欲しくない。フンワルドの目から光が失われていくのを見たんだ。死ぬのは僕だったかも。人は変わるものだ。そうして強くなっていく。僕は今までまるで子供みたいに拗ねて時間を無駄にしてきた。もうやめだ。二度としない。エルケ、険しい顔をしてるな。ストーは重く受け止めてる。知っての通り繊細なやつだからな。信仰心と道徳心のあるやつだ。思い悩んでも不思議じゃない。あんたへの支援が負担になった。あいつをルンデンに連れ帰る。あそこなら気が休まるだろうしな。町ではないぞ、エルケ。あんたが癒しなんだ。だから大丈夫だ。ありがとう、スト。もう義理もないのに助けに来てくれた。だが今日したことを振り返ると胸が張り裂けそうだ。正しい選択だったのか俺には分からない。ともあれ、終わったな。アルフレッドのやり方ではノースとサクソンに信頼関係はできなかった。平和のために戦ったんだ。誇りに思え。そうできたらいいな。きっといずれそう思える。勝利では満たされなくなる日が来ると思うか。叩き潰されて漏らすほどの敗北を味わいたくなったか。なら俺と戦えばいい。お前相手じゃそれはありえないな。何を得るにせよ、この勝利を楽しめ、エイボル。永遠に生きられるなんて卑怯者の考え方だ。あまりに辛いな。多くの仲間が戦いで死んだ。安らかに眠らせたい。彼らを称える準備を。ああ、他に言うべきことはない。そろそろ皆をバルハラに送ろう。お前に頼みたい。死はただの死だ。あいつらは死んだ。これから遺体は灰となり、そのサーガは終わる。ああ、だが皆には言うな。我らは勝利したが、大きな犠牲を伴った。ソーマ市長、グスルムの右腕だった。ソーマは我らの記憶の中で生きる。今より終わりまで。そしてヨール、戦士であり夫にして良き友だった。この尊い犠牲に必ず報いよう。そしてフンワルド、優しき魂は父のもとへ行った。彼の信じる神が迎えるだろう。さあ共に送り出そう、我らが愛した死者たちを。散っ
ていった戦士たちを新たな道行きへと。グスルム、グッドウィンは死に際に神に会えると知って慰めを得たのだろうか。奴は妙に穏やかだった。死など何でもないかのように。俺たちはひたすら貪欲に何年も生きてきた。血を流し金を奪ったが一度も満たされていない。この生き方では満たされんのだ。お前は死んだ先にも何かあると知って安堵するか。戦いと名誉ではなく静寂と安らぎがあるとしたら。多分人々が望む死後の世界とはこの世での後悔を映したものでしかないんだ。今望むのは大切な友人たちと共に生きることだけ。それが大事なんだ。アルフレッドにキリストの十字架に誓いを立てさせられた。奴は盲信していた。あの飾り気のない十字架を。あれは俺の手の中で燃えていた。まるで炎から取り出したかのように奇妙な力を感じた。すぐに消えてしまったが、あんな経験は初めてだった。これからどうするんだ。やるべきことをする。イングランドは俺の最後の故郷だ、エイウォル。そうであり続けるようできることをする。スワンブロにフンワルドの死を伝えに行かなくては。見ず知らずの誰かではなく俺が知らせるべきだ。スワンブロー、それが嘘。ねえ、嘘。お願い、エイボル、何でもないって言って。すまない。ああ、私のフンワルド、そんな嫌よ。どうして。あいつは勇敢に戦い戦況を変えた。フンワルドは英雄として死んだ。その勇姿が忘れ去られることはないだろう。ああ、彼がそれ聞いたら嬉しさのあまりひっくり返ってたわね。ありがとう、エイボル。本当に今はバルハラにいる。ええ、フンワルドのことだもの。きっとそう。その痛みはどんな言葉でも癒せない。好きなだけ泣くといい。俺たちは皆いつもお前のそばにいる。
エイボル。ハムトン省を攻略し、ウェセックス王国も落とした。けれど被害は甚大だ。得たものに比べて大きすぎる。まずは休んで、あなたはよくやった。大勢を犠牲にした。作戦の是非は時が決めるだろう。